街中で衝突してるのかと思ったが、静かなの。共存派はすでに捕まってたか、潜伏したよ。で、反乱側は急霊か。早いとこ勝ち込もうぜ。乗っ取られたっていう割に静かだな。前に来た時はもっとそこら中に人がいたのにね。待ち伏せしているんだろうか。もともとレナ人は少数派だし、ダナ人を全員追い出したとなればこうなるでしょうね。それを補うためにズーグルがいるわけだし。ダナの近衛兵も見当たらないな。持ち場にいないところを見ると皆追い出されたのだろう。それに我々は全員ティオハリム様個人に忠誠を誓っていた。こんな時にあいつどこ行っちゃったんだろう。なぜこんなこと。本丸の心当たりは。セルドの魔か。当たってみ。ローならあの壁壊せるんじゃない。よし、いつやってみるか。銃弾から大砲まで防ぐ代物らしいが、いけるのか。さあ、解除装置を探そうぜ。さあ、行くぞ。応戦開始。罪深だろ。この素材、武器に使えそうね。改めて思うけどさ、色っすぎるぜ、ここ。まったくだ。それに装甲兵は問題なさそうな相手だ。よし、盾も鎧も傷はないな。ミハグサールってなんだ。五稜の一つよ。そこと取引をしていたみたい。よし、盾も鎧も傷はないな。
力の差も測れなかったわね。天狗お願い。ハムカウジか。この調子でいきましょう。これは鬼人の間の鍵。鬼人の間。この階の発端にある部屋だ。そこに解除装置も。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。うん。そうね。にも敵がいるのか。こちらの行動を見越して配置してるようね。俺たちが来るのも織り込み済みってことか。この頃ついているみたいだ。手も鎧も傷はないな。反乱者たちの密書か。解除装置のことが書いてあるよ。でもこれだけでは情報が足りないな。
調子で行きましょう。これで戦力増強だな。よし、盾も鎧も傷はないな。
この調子で行きましょう。片付いたので行きましょう。ああ問題ない。これも反乱者たちの密書。さっきのと合わせると教室の戸棚に鍵があるみたい。ああ調べてみよう。身分の違いはあっても
こには互いへの思いやりがあった。その宮殿でレナ人と戦うことになる。今俺たちが戦っているのはそれを終わらせないためじゃないか。諦めるな、キサラ。この調子で行きましょう。これで壁を消せたか。ブルドの資質に隠すとはふざけた真似を。それもここまでだよ。ああ、スルドの間に急ぐぞ。奴隷に裏切り者、どちらもこの宮殿への立ち入りを許した覚えはないぞ。本当にあなただったのですね、ケルザレク様。口を聞く許しを与えた覚えもない。わきまえろ奴隷が。これがあいつの本性ってことらしいな。どこにもへそ曲がりはいるってわけだ。いや、結局あいつが普通なのかも。ケルザレク様、メナンシアのスルド第一の側近ともあろう方がなぜ反逆を。好きであの軟弱者に仕えたわけではないわ。奴隷の身では知るまいが、力ある者はスルドの座を争い、及ばずは問答無用で、新たなスルドを主と仰んが我らの定め。そこに選択の余地などない。それでも主が王を目指すなら使いがいもあった。だがデュオハリムにはその意思がなかった。そうだ、それがどういうことか貴様らにわかるか。栄達の望みもないままスルドブリガが終わるまで耐えねばならぬこの屈辱。俺たちダナのことはまるきり抜け落ちてやがる。それで裏で暗躍し、それを知った兄を闇に葬った。全てはこのメナンシアを正しい姿に戻すためだ。レナとダナ、支配者と奴隷のあるべき秩序の形を。黙れ！何が正しい姿だ、何があるべき秩序だ。兄は、兄さんは真剣に誰も傷つかずに住む世界を夢見ていた。代わりにお前はあの死の湖を作った。お前は兄さんの仇だ。覚悟。奴隷風情が。スルドに取って代わる望みも
これまでだ。取って代わる？バカな。スルドの資格はマスターコアだ。我々が勝手にできるものか。なら、お前は何がしたかったのだ？自分の主を見限ったんじゃなかったのか？そうとも。だが、スルドは他にもいる。他にも？それは…それでガテンが言った。デュオハリム、今までどこにいたんだ？後始末だ。ケルザレ、もう作ることはできない。エルガイの果実、生産施設まで突き止めなさったか。そうだ、もう跡形もない。だが疑問が残った。この果実は明らかに尋常のものではない。それにあれだけの説、お前の一存だけでどうにかなるものではない。なるほど、タリオの差し金だったとはな。ミハグサールか。今さら聞いて何となさる。どうせこたびのスルドブリガは間もなく終わる。閣下にも懲罰が下るやもしれませんな。罰ならすでに受けた。これをもってスルドとしての最後の務めとしよう。行け、ミハグサールなりガナスハロスなり、お前がふさわしいと思う主のもとへ。いいのか、兄貴の仇だろ。そうだな。でも所詮あの男はありふれたレナの一人に過ぎない。そうですね。結局この国の共存は幻だったの。あれはダナ人たちがケルザレクの手の者を破った声だ。ダナ人たちがレナ兵を？中心はダナのコノエ兵と共存派のレナ人、それと僅差の猫とか言ったな。あんたがそいつらを取りまとめたのか？結局経緯はどうあれ、あんたの夢に救われた人たちがいるのは事実なんだ。そして今はそれを力を合わせて守ろうとしている。それは幻なんかじゃない。だとしてもそれはもう彼ら自身のものだ。そこにスルドは不要だろう。どこへ？スルドブリガを終わらせに。そして二度と繰り返させない。スルドブリガが続く限りこの国に真の平安はない。スルドブリガはダナだけの問題ではないわ。レネギスやレナ本国ともことを構えることになるわよ。承知の上だ。この夢を10年で終わらせないためにはそうするしかない。それが私の償いだ。まやかしを本物にする気になったんだな。筋は通っているわ。ただ難しいというだけで。だったら俺たちと一緒にやればいい。なんだと？俺たちはダナを解放するために戦っている。あんたはこの国を守りたい。やることが同じなら協力した方が確実だ。違うか？ダナの解放者とレナのスルドが協力？面白いことを言う。だが客に招き返されれば
応じるのが礼儀というものか。回りくどいんだな。おい、キサラがいないぞ。どこへ？ことが進んで一人になりたくなったのか。考えたら身内をなくしたばかりなんだよな。私たちにしてもまだ倒すべきスルドが残っている以上、これ以上の長居は無用だわ。今さら彼女に危険があるとは思えないし、ここを離れて先を急ぐべきよ。それはそうだが、あんたはいいのか、デュオハリム。彼女に関して今の私に何か言う資格はない。分かった。できれば挨拶くらいしたい。町を出る道すがら探してみよう。キサラはこれからどうするんだろう。いろいろあったからな。さあ、目的地に着いたわよ。何かあったんだろうか。
ちょっと話を聞いてみようぜ。困っている人がいるかもね。